例えばパソコンを使うには我々トレーニングが必要なわけですよね。でも我々人と話をするのにさほどのトレーニングを必要としません。それが人が持っている人と関わる能力なわけです。この能力をうまく利用してより便利でより豊かな社会を作りたいというのがこの人らしいロボット、人型ロボットの研究の意義だと思います。石黒共生ヒューマンロボットインタラクションプロジェクトが目指すのは人間と共生できる新しいロボットメディアを実現する、その要素技術を研究開発するということです。はじめまして、エリカと申します。エリカは対話を目的とした全ての技術を集約してどこまで対話が可能であるかというチャレンジが目標になっています。あ、初めてお会いしますよね。さまざまなセンサーを用いてその人間らしい認識を行う能力とか対話能力を備えた自律型のロボット。それでは今日はこれまでにあなたが行った中で印象に残っている旅行についてお話を聞かせてください。僕たちは今食べ物を推薦するっていう仕事をしているんだ。コミューは複数体で連携しながら人と対話するロボットです。ロボット同士で対話の流れを作ることができます。人間はその流れに乗るだけで対話に参加することができる。はじめまして、名前はイブキです。イブキは子供型のアンドロイドです。子供の見た目を持って子供らしい振る舞いをすることで周囲の人から積極的に助けを得ながら社会の中でどう振る舞うかというところを学習していく。この研究は人とは何かという人間にとって最も重要な質問に答える、そういうプロジェクトでもあると思っています。実際ロボットは人じゃないわけですけども、あたかも人工物じゃないかのように接してしまうというところが出てくるわけです。それをもっと突き詰めていくと人は人をどう認識しているのか分かっていくと。どんなことをしましたか？人の理解をしながら人にとって便利なものを実現していく、この両方の目的を達成できるのがこのプロジェクトの最も大きな意義じゃないかなというふうに思います。